手がずっと突破してで僕も第2戦で突破してじゃあ勝てるチャンスあるかなと思ったんでちょっと残念な部分もありますけど、まあ、最終的に3位表彰台獲得できたということで、まあ、次戦以降につながるので、次戦以降また優勝目指して頑張りたいと思いますので応援をお願いします。はい、予選に関しましては、19号車、24号車ともにもうフロントローを獲得していただいて非常にありがたいかなというふうに思ってます、まあ、19号車も24号車もかなり予選に関しては今年いい成績を収められてまして、まあ、それに関しては今年開発している、まあ、タイヤの構造ですとかコンパウンドですとかに合う、まあ、セットアップを、まあ、見つけていただいているというところで、まあ、非常にありがたいかなというふうに思っております。で決勝に関しましては、19号車に関してはちょっと、少し成績を落としてしまったというところはありますけれども24号車に関しては、まあ、予選同様の高いパフォーマンスを発揮できまして、まあ、まだ完全ではないにせよ、まあ、トップの車両と遜色のないタイムも刻むことができましたし、まあ、改めて、まあ、うちのタイヤと、まあ、車両を含めたトータルのパッケージングとして、他社に競争力があるというところを証明できたのではないかなというふうに思っております。で19号車に関しましてはちょっと予選で、まあ、見せられたようなパフォーマンスが発揮できなかったというところでは、まあ、構造コンパウンドともにまだ改善の、まあ、余地がまだ結構あるというところなので、まあ、今後チームさんとも、まあ、車両のセットアップ含めた、予選だけではなく決勝でも性能が発揮できるような形を早めに発揮できるようにまたチームさんともミーティングを進めて後半戦に向けて進めたいと思います。横浜